はい、皆さんこんにちは。サンクチュアリ出版の山口です。山え、愚痴？愚痴でしたか。え、どういうこと？始まりました、サンクチュアリ出版 YouTube チャンネル、奇抜な人の頭の中覗き放題ということですね。今日も素敵な素敵な素敵なゲストにお越しいただいております。笹毛邦衛さん、こんにちは。こんにちは、笹毛邦衛です。あんまり笹毛って言ってないですけど、邦衛です。あ、言ってない。あ、邦衛先生。はい、うん、校長先生です。校長先生ということで、はい、初めましての方もいらっしゃるので、はい、自己紹介というか、どういうご活動されてますかっていうのをちょっとカメラ目線でお話しいただけますでしょうか。あ、はい、魔女アカデミーっていうね、あのカタカナで全部魔女アカデミーっていう魔法使いを育てる学校の校長先生をメインでやっております、うん、あとはキャラプロデュースっていうね、人のキャラクターを立たせるプロデュースをしています。うん、どんな先生なんですか。どんな先生、キャラ的にですか、うん、私普通の人だと思ってるんですけどね、うんうん、なんか周りからするといつもどっしりとしてるよねみたいな感じのことは言われますね、うんうんうん、どんな先生でしょうね。優しいですよね。優しいですかね。はい、そうです。めっちゃ優しい先生だと思うし、あとこうなんか俺のイメージ的には幼稚園とか保育園の優しい保護さん、うん、あ、なるほど、感じがしておりますけど、まあ確かに子供には好かれます。大人は大人、大人も好かれてるじゃないですか。どうしたんですか。違う、子供にすごい懐かれるなと思って、それそこから出てるのかなと思って、そういう雰囲気からね。なるほどね、まあ、私は子供なんでしょうね、きっとね。お、いろいろ出てきますね、うんうん、もうね、引き出しがもう満載すぎてね、これからプライベートでいろいろとね、あのお酒飲みながらとかいろいろとお話を聞いていくということで、お会いするのはね、今日初めてなんですけれども、でも なんでその魔法っていうのをこう広めていこうかなと思われたんですか。魔法を広めていこうというか、その、うん、私のその魔女アカデミーの定義している魔法を使って、うん、その自分の才能を輝かせて、自分のキャラクターを愛して活動している人っていう意味なんですよ。あ、だからあのすごい壺にこう薬を入れて混ぜて煮込んで何か魔法を使うとか、そういうことではないってことなんですよね。そういうことではないんですよね。そういうことではありません。そういうのが得意な魔法使いならそれをしたらいい。あ、魔法使いもそれぞれ得意なことがあるということですか。あります。私はイメージングが一番鬼なので。なるほどです。そう、でもちゃんとこういう杖のグッズとかもこうありますよ、お持ちでね。はい、もちろん魔法使いですから。そうですね、今日あの魔法のね、この香りもいただいたんですけどね。魔法の香り、しかも僕名前もいただいたんですよね。そう、魔法使い名、魔法使い名っていうのがあって、なんだっけ、読めます、ジョーカウィッチ。そう、ジョーカウィッチ、イタリア語のでおもちゃっていう言葉があって、そっからこうイメージしていただいたっていう。浄化といを、うん、だったかな、浄化、うん、ちょっと発音わかんないんですけど、うん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 、なんかその楽しそうな雰囲気を感じていたので、うん、おもちゃっていうのをおもちゃ箱みたいな感じで、ね、にしました。言ってつけてくれたりしてるんですけどもね。そうなんです。さあ、新コーナー始まりました。これね、いつもね、最近から始まったんですけど、はい、そのこういう感じでね、昔どんな感じだったんですかとか、その価値観とかを聞いていく時間だったんですけど、もっとズバリ聞いちゃおうということで。なるほど。はい、新コーナーです。前回から始まりましたね。笹毛さんが、あ、うん、邦衛先生が本を書いたらどんな本になるでしょうっていうことでね、イメージありますか。イメージ、でもまさにイメージですよね。お、イメージングの本を出したいなと思ってます。イメージングね。イメージングはあんまりこうしっくりっていうか、ピンとこない人もいるかもしれないですけど。そうですね、うん、どんな感じ。まあ例えばそのセルフイメージなんていう言葉があると思うんですけど。聞きます ね、うんうん、ね、自分はあのこういうことがうまくできる人だって思ってればうまくできるし、うんうん、何でもいつも失敗しちゃうんだよねって思ってる自分のセルフイメージ持ってる人は、割と失敗する現実をこう作っていくっていう風に影響しているんですけど、うんうん、そのセルフイメージを変えるっていうのもそうだし、うん、その自分がよりよく変化するために変えていくのもそうだし、うんうん、あとはちょっと似てる、それ話と似てるところで言うと、うん、例えば山口さんがめちゃくちゃその自分が紳士で、うん、シンガポールに
マンション持ってて、おうおうおう、ちょっとイメージしてほしいんですけど、オッケーオッケー、うん、でたまに日本の仕事で日本に帰ってきてます、うんうん、まあお金を持っているから、うんうん、まあなんだろうな、普通の居酒屋とかも好きだけど、うん、日本に来たら結構ちょっとまたね、日本食のいいものを食べに行ったりとかしています、うんうん、っていうのをしっかりイメージすると雰囲気そうならない、なるじゃないですか、わかります？ボンチョルノイタリア語だったか、いや、なんか急な挨拶本当だね、しかもなんかイタリア語だよね、やっぱイタリアから来たのかな、うん、ボンジョルノ出てきますね、そう、でもそのなんか要はその自分がイメージすると変わる、うんうん、また新しい能力が発揮されたり、うんうん、私モテるのよってちゃんと思ってる人はどんな見てくれでもモテるんですよ、やっぱ、うんうん、そういう風にイメージって使えるから、イメージの力って、なるほど、だからなんかこう漫画のキャラクターとか別なやつ、うん、そういうやつでもいいんですね、全く違う自分を、うんうん、になりきってみるみたいな、うんうん、インストールするみたいな、あ、インストールなんだ、インストールして、あ、だから1個じゃなくていいと思う、1個じゃなくていいと思います、あ、そう、みんなついてこれてる、ついてこれてるかな、奥さん大丈夫ですかそう、いや、これやったんですよ、みんなセミナーみたいなのやった時に、うんうんうん、シンデレラになりきりましょうっていうのをワークで皆さんにやってもらったら、うん、普段そういうプリンセスとかはあんまりっていう女性もちょっとこうやっぱプリンセスになってみるっていうことで、あ、ちょっと上がるみたいなね、うん、気持ちが、うん、まあ男性にもやってもらったんですけど男性がそのシンデレラになる、おー面白い面白い、どうなるの、ね、でも自分の中の女性性に気づくかもしれないし、感性に気づくかもしれないし、女性心がわかるかもしれないですよね、おわー、いろ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 と気づきを得られる、うん、なんてどうすんだよって今一瞬思ったけどなったらそういう普段考えないことかわからないこと、うん、また陰陽ですからね、うん、男性の反対の女性でしょ、うん、のことを知れるって深いじゃないですか、意外と深くて面白いんです、はあ、やってみるといいです、ただやるときはもう本当に内気流のが一番なので、うん、男性シンデレラやるときは一人でやった方がいいかもしれないですね、ああそう、私プリンセスよってやってできますか一人、皆さんできる、私いつでもできるわよもういつでもシンデレラよ私いつでもシンデレラすぐだから、もういつでもシンデレラ、今すぐシンデレラ、そんな軽いもんじゃないんですよ、あ、そんな軽くないシンデレラは、あ、そうか、ちょっと掃除し、ちょっとそういじめられて、うん、そこからいじめられてるんだけどシンデレラみたいなね、そうそう、魔法かかっちゃう、そう、かかっちゃう、かかっちゃうから、お、俺いつでもできますよ、できますね、お、そういうの得意よそれをなんかやっぱやるとよくて、その、うんうん、例えば仕事してる時とかでも、うん、あのまた失敗したらどうしようとか、なんか今日の商談ちょっとあれだなって思って不安な時にも、うん、もうできた状態になりきることができれば、うん、そのポテンシャルというかパフォーマンスが上がるじゃないですか、あ、まあ、私すごいプレゼンうまい人って思っていくとうまくできたりするし、うん、そう、さっきのお話で、うんうん、そう感じるのは、あの確かに何か物をね運んでいる時とかでこうグラグラする時とか、うん、あ、こう倒れない倒れないように危ない危ないとか思いながら行くと、なんか倒れそうで、うん、なんか大丈夫だわみたいな感じで行くとうまく運べるってことはあったわ、ありますよね、使ってますね、イメージの力、意識してることをこう考えると現実に感じてしまうんですよね、あ、本当そうかもね、うん、そこを変えようっていうのがいろいろね、世の中にはいっぱいそういうのあるじゃないですか、うんうん、思考を変えるとか、うん、じゃなくてもイメージング使おうっていう、うん、じゃあこう自分に似てるとかそういうことでなくていいってことは全く違うので、うん、全く違ってもいいんじゃないですか、その能力欲しければ、そうだ、シンデレラ全然違うもんね、そうですか、うん、分からないですよ、シンデレラっぽいかもしれない、あ、そういうやつ分かんないけど、なるほど、え、ちょっと深いんだけど、そうだから、じゃあシンデレラっぽい自分とか、うん、シンデレラと全然違うけどそれが欲しい自分とか、うんうん、ってことか、そう、いろいろなんか、まあ、整理できてないから本にする前で、うん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 、だけどそういうイメージで使ったら、うん、まあ、人生の楽しみ方みたいなのが、うんうん、ギュッと詰まってると面白いかなって思って、それをイメージ、出版してるのをイメージして生きてるので、ああ、いいですね、いいですね、うん、じゃあ、その本の表紙のデザインってどんな感じかな、うん、表紙のデザインはね、ちょっとね、パターンとしてはいくつかあるんですけどね、お、うん、本当に外国人の女の子の、ま、
あれですよね、出版されてるあの、うん、占いの本の表紙みたいな、かのみさんのね、星座シリーズの、そうそう、うんうん、子供のプリンセスみたいな女の子が、なんかもう無邪気に楽しんでるような魔法がかかるよみたいな、イメージの魔法みたいな、うん、そういうのもいいかなと思う。他にはあと、それはもう案は3つぐらい出してもらって ね、これあの会議、想定会議の時はね、なるほど、そうですね、3案ぐらいは来るけど、もう1案ぐらいって言いますか。そしたらもう文字なしでね。お、文字なしで、文字なしで、あの、なんて言うんですか、でこぼこしてる、お、し白地にそのボコッとこうなんか加工が、加工がしてあって、してあるやつ、なんで文字でいいんだけど、色ついてない、なんか一見何書いてるか分かんないみたいな、いきなりアートな何の本か分かんないよ。そうそうそう、何の本か分かんないよく見たらイメージの書いてるとか、あ、よくなんか薄くとかちっちゃくとか、あ、それ斬新ですね斬新すぎて売れない可能性もあるね。そう、あれ、なんだこれみたいな、もう、なんならカバーひっくり返ってるみたいな、なんか、でもそう思ってくれたら、ひっくり返すほど見るから、中見ますね。はいはい、見る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 、確かにね、イメージングをこう思い浮かべるような表紙がいいですよね。ああ、関連してる方がね、関連してると、うん、ここの表紙を読むと、なんかのイメージが湧くような文章になってるとかね、表紙のタイトルなんだけど、さっきみたいにシンデレラになりきってみてくださいみたいな、あ、なるほど、メッセージ性のあるタイトルにして、うん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 、タイトルに入れたいキーワードっていうのはどうなのか、じゃあ、まあ魔法を入れたいですかね、魔法を入れたい、イメージでしょ、魔法とイメージでしょ、国へでしょ、あ、国へでしょ、イメージの国への魔法わけわかんない統治法みたいになりましたけど、好きな言葉は、好きな言葉、うん、え、面白い、面白いっていうのが好きな、面白い、なんか、いや、何かやるにも、作るにも面白いかっていうふうに問いかけます、自分の中で。そうでしたね、それ口癖でしたっけ、口癖です、なるほど、それ面白いのって、なるほど、面白いと思ってますかって、そうね、僕は常に面白いと思ってますよ、かったです、すごい面白いです面白いって言葉だってもう深いですよね、考え方が、それ、ああ面白いねっていうんじゃなくて、中身がもっとさ、奥が深いっていう意味ですね、面白みがあるって言ったら、いろんな味があるってことですよ、確かに、面白みがあるっていい言葉ですよね、そうなの、なんかただ面白いね、楽しいねっていうんじゃなくて、なんか言葉の意味の 本質っていうか、それで表現したいと思っていて、面白みがある方ですねっていう、よく言いますね、なるほど、素敵な言葉です、ほんと、なんか面白いじゃない、楽しい、こうなんかこんなチャカチャカしててなんか言うとなんか面白い人だねみたいなね、そうじゃなくて、いろんな意味合いがあると思うんで、でもそういうところをいっぱい発見していきたいと、そうなんです、なんか面白い、買ったら何とでもなるのかなって思ってるので、あ、そうかもね、なんか大変なことなんていくらでもあるじゃないですか、あるある、でその中でワクワクしましょうとか、楽しいことを見つけましょう、好きなことを見つけましょうってある、私はその同列なんです、面白みが、面白いければ全部ネタになる人生だし、あ、確かにね、そうなので、それがだって人生の中身ですもんね、そうです、視点ですよね、だから面白いって視点で全部見れるかどうかで、お、現実の受け取り方は変わる、お、書きたくなってきたんじゃないですか、本が、もう、もう頭の中、頭の中で、ね、文章、もう、いやいや、文章書いてね、想定も、やっぱ想定というか、その表紙のデザインもね、こうやって改めて聞いてみると、こういうのがいいんだ、ね、ってのが出てくるのでですね、イメージ、そう、よりできました、そう、イメージングだから、はい、タイトルにも入れたいキーワードで言うと、魔法とか、イメージとか、あとは面白いとか、そういう言葉が入りたいってことだったんで、ね、そうですね、もう真面目なのにはもう飽きてしまったので、お、とか言いながら、とか言って真面目なのテーマですよね、真面目をどうするかっていうのは、まあ、テーマではありますね、マジュアルアカデミーはその、最初の発端の発端の発端は好きなことから学べる場所が欲しいだったから、ああなるほどね、学校の勉強もそうですね、やっぱ楽しいとか面白いみたいなところを起点にも知識とかね、経験詰めるはずなんじゃないですか、だからそこからだったので、ああじゃあ面白いって言葉もすごい大切にしてるんですね、ね、
かも、ほら、そうかもしれない。ねえ、発見。ということでございます。はい、ね、国枝さん、いろいろ下にSNS 貼っておきますので、ぜひね、チェックしてください。なんで目が見てる どこ見てるの ここの下にっていうの。ああ、それね、使って。使うところがあってよかった。そうそう、使うところがあります。ここに書いてあるところ。うん、チェックしてください。チェックしてください。でね、ぜひね、本とか企画書とか作ってもらってね、はい、読みたいなと思うので、あ、ありがとうございます。形にしてください。ありがとうございます。ということで皆さん、さよなら。バイバーイ。バイバーイ。あ、いいね、それ役に立つ。ご視聴ありがとうございました。本を読まない人のための出版社、サンクチュアリ出版 YouTube チャンネルは、人生や働き方を変えるヒントになるようなインタビュー動画を提供しています。人気の著者たちやインフルエンサーたちは普段どんなことを考えてどんな風に行動しているのか、ここでしか聞けない彼らの思考パターンや行動パターンをたどることによって、もっと自由に楽しく生きるコツを皆さんと一緒に学びたいと思っています。いっぱい笑える人生にしましょう。ぜひチャンネル登録お願いします。